ということで、リザーブでございます。イエーイ。では中に入っていきたいと思います。楽しみ。イエーイ。バイ。すごい。ね、おしゃれ。暇そう。オレオチーズケーキとかめっちゃ美味しそう。新しいコーヒーは、yes. すごい、めっちゃ上手。これです。This is the normal Starbucks and the、yes. stuff is like this. Black coffee and cappuccino latte. Yeah. Like this. And also special komonise dake. Butterfly apple tea and the water latte. What flavor? Brown sugar and cascara syrup. Avocado we have and espresso. Oh yeah. Oh.I need this one. Oh, you like it? Yeah. カフェフレッドとこれにしない？あ、いいよいいよ、2つ。でいい？選んで、好きに。OK. カフェフレッド and this one. Avocado. Avocado. The small, sweet one or the... No, this one. Classic. And so, one cafe freddo, tall size. Yeah. And one classic avocado. Yeah. 他に何か？大丈夫。日本語上手。まだです。すごい。勉強中。頑張って。頑張ります。日本に行きたい。あ、そうなんだ。待ってます。So, 198,000. Okay. こちらのカフェフレッドを頼みました。多分ラテでムースフォームな感じなんじゃないかな。ムースフォームラテ、日本で言うと。すごい楽しみ。グッズもある。あ、カフェフレッド。ここもあるけど、ここは暑いね。中庭みたいな。オレオチーズケーキとカフェフレッドアフォガート。これはクッキーくれた。はい、ムースフォームラテ。これしか入れてない。このままでいい。美味しいね。ふわふわじゃん。美味しい。日本の多分ムースフォームラテとムースは一緒で、下のラテがちょっと甘い。日本のは甘くないの。もらったクッキーすごい美味しい。ちょっとこの外国のクッキーって感じ。匂いやばい。出したらでいい。うん、ほんまほんま。うん、アフォガート。ココナッツバニラアイスにエスプレッソがかかってるやつ。おいしい。ココナッツの味もするし、バニラの感じもめちゃめちゃなんか甘い感じで、すごいおいしい。うまいね。ね、おいしいよね。こっちの方が好きだわ。オレオチーズケーキいただきます。正解でしかない。濃厚なニューヨークチーズケーキって感じ。せっかくだからリザーブにしかないメニューをちょっと聞いてで食べてみた。うまいな、それだ。それはわかる。わかる。なんで？
エスプレッソの濃さめちゃめちゃ好き。あダブルトールラテにちょっと追加のスターバックスラテにするとこういう感じの味って感じだけど、ちゃんと甘いからまたちょっと違う感じ。やっぱここにしかないのっていうのがいいね。ね、美味しい。ね、なんかここにしかないグッズとかもあるし、ここにしかないドリンクメニューも結構他にもあったので。ということで、いえ、レッツゴー。